さん、おはようございます。マーティーン。レアのミラクルボーイ、キングテクです。地域の図書館の驚き、パート4いきます。はい。沖縄県にある休館日のがっかりを緩和する情報発信術。がっかりでもまあ、来た意味ない人も中にはいますが、その、来てほしい、休館日でもぜひ来てほしいと、こういうふうに展示されております。はい。子供扱いをした分類のサイン、いろんな分類も、はい。わかりやすく、老若男女を楽しみます。食にらしさを、プラスです。いろいろと、はい。みんなで作るを、が時間できる図書館とか行こう。島根県にありますね。はい。まあ、飲み物準備、カフェを準備、館内カフェ。いいですね。このアイディア。住宅地域のコピー問題解決策を図書館で案内。こういう風にな感じでいいですね。はい。新聞、書評、地元の本にもっと光を。こういう地元ならではのもの、千葉県にありますね。はい。関連したもの満載。あとはデータベースの価値と活用法とともにアピール。これもいいですね。はい。わかりやすくてね。はい。応援のために。青沢文庫の表紙コンテストとか、いいですね。福井県、これも。山梨、三重、静岡、福島ではゴミになるレシートのシーン。アイデア試合で大変身。工作、いいですね。こういう風な工作。アイディアでいろいろ変身。はい。あとは、好奇心をスイッチに、まあ、誰も読んでない本フェア開催もしております。まあ、この本の中から、まあ、誰も読んでない本をおすすめするキャッチフレーズもいいですね。書籍の本？いいえ、蔵出しの展示です。この蔵出しの本も、まあ、表現されて、本当に、パチ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 、拍手拍手。これいいですね。漫画、ライトノベルはじめ、いろいろなもの、そろりそろりですね。以上です。バイバイ。